ストライクウードキング、こんにちは、宮本です。カラサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は鋼鉄の誓い2希望の乙女という新イベントが来ておりますので、まあそいつらを引いていきたいと思います。ガチャ動画です。はい、まあ結構木陰とか今みんなすごいなんか強い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 って聞くね、言ってるね今。そう、ちょうど昨日来て2日目だね。そう、2日目なんですよね今で。あとこいつひなった、ひなっちゃんね、早いよね。スピード型でチップソー持ってるしね。見た目は一番好きね。で、超巨漢通報見る。あ、可愛いよね、めちゃくちゃ。俺もこいつもいいな、結構魅力的だな。で、俺こいつが一番注目したけど、メソラ、ニュースの時から言ったもんね。いや、これ一番いいんじゃねえかなって個人的なことで。つか爆撃がさ、その初めてじゃん、ガチャゲンで。そう、アンチテーゼについてて、で、こいつはバランス型なんでアンチテーゼより威力が上、まあその代わりアンチテーゼは弱点キラー持ってたけど、こいつは弱点キラー持ってないみたいな、まあ弱点キラー分の差なんですけど、まあ単純にその弱点ついてない雑魚に対してのダメージが結構爆撃ってすごくて、そのパッと見た感じね、アンチテーゼ使ってた時から。だからこいつは欲しいなって思った。結局弱点ついてない雑魚の方が多いからね、モンスターストライク。で、この SS よ、ソーレソレの人、ソーレソレソーレソレの人だっけ。やべ、出てこねえ。ケイシそういうこと、そういうことそれで若いやついねえよ。ケイシと同じ SS 持ってんだよ。これめちゃくちゃ強いから全然減速しなくて。で、あとアビリティだね。アビリティ これで超アンチダメージオール持ってて、語彙力が3万3000ある。普通に捨てが頭おかしいのと、ダメージオールと、あと減速壁で魔法陣とめんどくさいのに対応してるのが偉すぎる。ってことで今回こいつが一番俺は欲しい。うん、まああとは何でもないっす。まあとりあえず引いてきます。まあぐちぐち言うとなんで引こうか。ぐちぐち言ってもね。ああ、とりあえず特玉から引いていきます。モンストの秘伝だ、バレだバレ帽子だ。なんかここで引いてきたら熱いはい、いきまーす。わかるぞ、今月マジでやばい。で、いやマジでミソラ欲しい。今回強いよね、うん、まあまあ、毎回強いな、もう最近、うん、毎回強いけど、なんかこのミソラが魅力的すぎて欲しいなって。あっ、何や新アマテラス適正の本名、ヒーローの名前なんだっけ。そう、シャトルアクセルだ。シャトルアク、まあ、ミソラが欲しいっすね。まあ極限もめちゃくちゃ面白いけどね。いいけどね、超攻撃できるし、うん、なんかとうとうリスペクトなんだよあれ俺から言わしてみると。ああ、うわっ、ここでとうとうリスペクトじゃない。似てるよね、トレンドレーザーのさ、あれ反撃で、あれでしょ、攻撃方で。ああ、ひなた、かわいいやつ、かわいいやつ、かわいいね。で、全部出てくれ。やばい、ちょっとやばい、やばい、一番欲してないやつ来た言い方よじゃあ俺の好み的なもんね。はい、まあとりあえずね。いや、チップソーのね、イメージがあんま良くないんだよね、正直。わかるよ、わかるでしょ。うん、それなんだよ、まあ、それに尽きるよな。それに尽きる。まあまあ SS とかもあれ違うけどね。ミソラ、サスケサスケサスケ、もうサスケって言うともうナルトのサスケを思い浮かぶから俺はあっちのイメージだね。レボリューションだよね。いきます。で、お、逆回転です。あ、逆回転だ。来い、ミソラ来い。はや、よっしゃー、引きよいね。あげ、あげ、え、なんかさ、もう56のたたずまいだね。進化後のたたずまいじゃない。確かに、わかる。
おお、やったー、狙い来た。コンプリート、コンプリート、コンプリート。おかげちゃんもやばくね。俺さきだな。やさ、やっぱ行ない。お、ユピテル。真珠も出てるし。え、やばくね。行ない。真珠出てるのかこれ。やば。お金良すぎやもん。やば。これやばない。ほぼはず。エンマから運気すごくない？ね。カラさんちすごいですよ。カラさんちすごいですよ。そうなんだよな。住所はここに。やめてもらっていい？冗談です。はい、てな感じでラッキーでした。ありがとうございます。最近運気は、うん、この調子で年始まで持っていきたい。維持しよう。これ、うん。なかなか難しいことだけど毎日修練に入れて。うん、しっかり行いをしていけば頑張れると、はい、信じてます。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。